車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はドイツに来ております。ちょっと前に告知させていただいたんですけれども、ブラバスの発表会が今週あるということで、そちらを撮影にやってまいりました。というわけで、まあ、1週間ぐらい滞在して、いろんな取引先だったりいろんなものを取っていきたいと思います。じゃあ続いて今回の出張のメンバーを紹介したいと思います。おなじみ井村店長です。はい、よろしくお願いします。ございます。ございます。飯村さんは何年ぶり、何回目ですか？2ヶ月ぶり。そうですね、夏来たばっかりということで。そう、あのイギリス、ウッグトットに行って、その後ドイツに入ってるんで、なんで9月かに来たぶりなんで、はい、まあ今回は、ただその時はもうテックアウトしか行けなかったんで、それ以外の、あの取引先は何社かあるし、まあ、今回僕ブラバス の, そのイベントは初めてなんで、きっちり勉強して帰りたいと思います。続いて紹介するのは今回の旅のメンバー、はい、東京店内山店長です。内山です、よろしくお願いします。うっちーは何年ぶり何回目ですか？11年ぶりの3回目です。じゃ相当久しぶりのドイツということで、はい、全く覚えてませんというわけで、しかも内山店長はあの、はい、パーツの販売から、はい、あの今年からか、そうですね、車両販売も担当することになったということで、はい、車持ってます。じゃあ今回じゃあ車もなんか買ってきますから。え、いいんですか？ダメです。買っちゃおう、はいはい、というわけで行っていきたいと思います。はい、行ってきます。さあ、そして続いて紹介するのは大阪店から高橋君です。高橋です、よろしくお願いします。みんなからはリッキーと呼ばれております。はい、リッキーです。同じリッキー、何年ぶり、はい、何回目ですか？海外バージンでございます。初海外です。なんと初めての海外、はい、初めてのドイツということで、はい、そうです。まあ、いろいろ刺激が多い旅になると思いますが、そうですね、はい、半日の飛行機で少々腰が痛め気味ではあります、はい、そして今回旅のメンバー最年少ということで、はい、車の運転の機会も多いかと思います、はい、頑張っていきましょう。頑張ります、よろしくお願いします。そして今回の旅のお供はこちら V クラスを借りてみました。というわけでアウトバーン200キロ研修は残念ながらできないんですけれども、ドイツのあのレンタカー結構新しいので、新しいはずがなんかぶつかってるんですよね。ガリってるのか。2万3000キロぐらいしか走ってない。というわけでこちらで、まあ、5人分の荷物あって5人で移動なんで、今回はこの V クラスで1週間旅に行っていきたいと思います。ドライバーです。すぐ近くじゃん今回は、はい、ラストラン。というわけで行ってまいります。さあ、そして5人目は今回通訳兼いつもなんかコーディネーターみたいになってますよね。そうです、はい、というわけで海外出張といえば石田さんでございます。石田さんは飯村さんとドイツこの間来たばっかりですよね。そうですね、はい、半年ぐらいですよ。なんで全然期間が空いてないですけど、はい、今回石田さんに結構頼ることが多いと思うので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけでテックアートに到着いたしました。こんな感じ。あのつい最近飯村さん撮影でお届けしてるんで、そんなに劇的には変わってないですけど、なんと今回ご覧ください、モノクロームが止まってるということで、ちょうど今内装も見せてくれるらしいです。もう真っ黒黒、そしてなんか今回からエンブレムが変わったということで、新しいこのデザインになるそうです。で、名前の通りモノクロームなんで全部黒で、アクセントカラーにブロンズみたいな、はい、差し色が入ってると。で、ちょっとさっき雨降っちゃったんでちょっと汚れてますけど、ゲルレンジビショビショだけど結構降ってたからね。ビショビショなの。というわけで基本的には GT ストリートあるだけど全部真っ黒、日本仕様をベースに作ることもできるそうです。で、今回なんと中も見せてくれるということで、かっこいいなこれ。中はもう総張り替えですよね。スカッププレートもモノクロームになって、シートも純正のやつをベースに全部張り替え、ステアリングのボルトもちゃんとボールだね。あ、ステアリングだったりコラムも全部張り替え、ドアも全部張り替え、上だけかな、あ、下も張り替えてある、うん、こんなレザーないっすもんね、うん、下側も全部レザーで総張り替え。あれ、これカーテシーってなんか、あ、モノクロームになってるちゃんと、はい、というわけでカーテシー、もう昼間なんで分かりづらいですけど、モノクロームのカーテシーになってて、で、マットもモノクローム、ここもテックアートの新エンブレムがエンボスで入ってる。あ、これちょ最近なんかドイツチューナー系このしぼしぼのレザー多くないですか？多いね。ブラバスとかもそうだったんですよね。で、ダッシュも上、僕も張り替えてんのか。あ、スポークのとこも全部張り替えてる。
そして後ろも張り替えてるのかな。あ、後ろないんだ。そう、シートがないんだ。ないけどピラーとかこれ元々ですか。元々っぽく見えるね。でシートはこんな感じでヘッドレストのところにエンブレム入っててこんな感じで仕上がってる。もうモナコまで走ってったの。あ、マジっすか。1万キロ、1万キロ走ってる。ヨーロッパ距離がバグってますから。で来た時はなんかサーキットのイベントかなんかで純正のホイール入ってたんですけど、今戻してくれたみたいです。ターボベース、ターボ S ベース、これだいぶいいんじゃないですか。ホイールも新しいのが装着されてて、このマットゴールドのキャリパーになってます。これかっこいいですよね。そしてですね、今回工場の中見たかったんですけど、なんかお客様の車いっぱいということで見ることができません。お届けすることができません。ただなんか先週1週間くらい早ければ、なんか 4,5 台ストリートRがこの奥の工場に入ってたそうです。というわけで今めちゃくちゃ忙しく過ごしてるそうです。残念ながらピットの方はお客様の車がたくさん入ってるっていうことで撮影不可だったんですけど、もう何回お届けしたかわからないこのレザーのファクトリー、内装のファクトリーはお届けします。というわけでもう相変わらずとんでもない方の量と職人さんが、どこもそうですけど女性の方の職人さんが結構多いんですよね。内装は多いですよね。やっぱりそのミシン仕事とか、縫い物仕事は手先の器用なやっぱり女性の方の仕事って感じなんですかね。隠れた人気車検勝利で、前回のジンジスポーツの時も作らせていただきましたけど、内装張り替えたお客様はその内装に合わせて、ね、匂いがね、ブランド物のバッグの匂い、ちゃんとレザーの、そうでもない、そういうブランド物のバッグの匂い嗅いだことない。革製品の匂いするよね。モノクロームだよね、これ。あ、そうですね、モノクローム仕様。あとこのキーホルダーも人気ですよ、これね、はい、内装を張り替えて、張り替えてなくても合わせて。そして前回来た時に見せてもらいましたけど、なんかこれがレザーを薄くする機械、これ通すとレザーをめちゃくちゃ薄くできる。あ、今ちょうど張り替えのシートがこんな感じで入ってる、ね、すごいね。下に黒が入ってるから、黒が入る。もうこう穴の大きさ、こっちはだから赤いのが下地に使ってるから、うん、そのパンチングからこう赤いのをこう透けてるという。内装やばいっすよね、今進化が。純正でこういうパンチングなんだ。これシェルビーのね、さっきね、車種ごまかしてたけど、リップのお客様からのオーダーで、そういった張り替えもやってる。すごいよね、この内装の張り替え技術は。これは内側にこの黄緑というか、はい、使って。あ、シートのね、これもね。そう。これなんか休憩のやつちぎれちゃう。あ、ちぎれちゃう。そうそうそう。これだけパーツで出ないんだよね。ちゃんとワイヤーが高等車があるんで、アセンブリじゃないと出ない。急急にベルトが切れる問題。あ、でこっちには内装オレンジ色になる。これちょうど今ピットの中でオールペンして内装オレンジ色に張り替えてる、急急にストリートR入ってたんですけど、それ用じゃないかな多分。そうだね、だいぶ張り替えられてる。そうですね、全部ですね。シートのサイドとか、あ、これコンソールのここもレザー巻いてるんですね、やば。だってヒューズボックスの蓋も、はい、全部で、こっちの天井関係かな。そう、ミラーのカバーっぽい、スウェード調で、普通のメインの肌が触れるところはこの普通のレザーで張り替えてます。なんかみんな最近これなんですかね。あ、でコラムもちゃんと全部足付けして、ノリがつくようにして、コラムも多分張り替えると思います。どうですか、リッキー。いや、すごいですね。すごいよね。はい、なかなかね、初めて見ましたけど、日本では考えれないですね。ここまでやってるところってないんで、はい、海外ならではっていう感じですけど。もうやりきってる感じですね。うんうん、はい。ちょっとじゃあショールームの中もこんなに頻繁にテックアートを届ける動画ありますか。なかなかないでしょうね、はい、2ヶ月前ぐらいもお届けしました。次3ヶ月後来るのって言ってたさっき。じゃあ今井さんちょっと来てもらって撮影してもらってお願いします。だっけ。というわけでもう全然期間空いてないですけど、テックアートのショールームをまたお届けします。今回は997ターボと体感が入ってると。でこの体感全部テックアウトになってて、マットのカーボンのテックアウトのエアロがついてて、でこのヘッドライトの先っぽとここもちゃんとテックアウトのパーツがついてて、テックアウトのホイール、そして今回この差し色はグリーンの
サシ色が入ってて、横の方デカールが入って、マットのカーボンいいですね。マットカーボンかっこいいね。かっこいいっすよね。で、これミラーも、ミラーベースのこの三角形もマットになってて、中は全部張り替えている。すごいね。めちゃくちゃ綺麗。綺麗っすよね。ちょっと値段が落ち着いてる体感をベースにこんな風に仕上げるのはかなりいいんじゃないでしょうか。開けてもらう？あ、中取りたいです。何系いて。わ、今なんと開けてもらって中張り替え、これかっこいいっすね。かっこいいね。なんかでも張り替えるんだったらちょっと派手めに行きたいっすよね。確かに、うん、というわけでドアもテックアウトの変貌水入りで張り替えて、ステッチも全部で、マットも張り替えて、でシートも全部この四角いパンチングの、そしてこっち、これかっこいいな。こういうところにこういう色が入るだけで全然なんかイメージが違うよね。確かちょっと反射しそうな気はしないでもないですけど。絶対するするよね。というわけでこんな感じ。後ろも全部張り替えてる。すげえ。これかっこいいな。というわけで日本でももう作ってますけど、もちろんできますので、気になる方はぜひお問い合わせいただけると。ただ日本からだと内装全部外して送ってになるので、相当な納期に時間をかかるんで、その辺だけご了承いただければ、もう全部フルオーダーで内装カスタマイズできます。名古屋もやってますもんね。やりました。はい。はい、間もなく完全体になるんで動画でお届けしたいと思います。というわけでこんな感じがテックアウトでございました。さあというわけで全然間が空いてないですけど、テックアウトまた訪問してみました。で、来年以降の話も少し聞くことができました。来年いろいろ楽しみなものが出そうですね。そうですね、はい、うん、というわけでその辺はあの情報が OK になったら、うん、いろんなのもので、ね、はい、発信していきたいと思いますので、テックアウトはじゃあぜひボンド各店、はいはい、お問い合わせいただければ、はい、というわけで僕らのドイツの旅はまだまだ続きます。まだまだです、これからです、はい、じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。さあ続いてやってきたのはおなじみポルシェミュージアムでございます。平日なのにめちゃくちゃ人入ってるですね、まあ、何回もポルシェミュージアムをお届けしてるんで、今回はサクサクっとということで、いつも入り口に車が止まってるんですけど、今回は GT3 RS と 992.1 のこれはあれなんですかね。で、地下の駐車場にもやっぱりポルシェいっぱいあって、女の子が GT4 を覗いてたりとか、やっぱりちょっとドイツ異質な感じがします。というわけで中の展示は多分今まで通りだと思うんですけど、ちょいちょい入れ替わってるということで、なんか面白そうなのあったら届けたいと思います。ポルシェ博士が一番最初に設計した車は電気自動車ということで、そうなの。この木製フレームにモーターを乗せた、そして100年経った今また EV に回帰しようとしているということで、この展示から始まります。そしてこうやってぐるーっと回って、今日平日はめちゃくちゃ人多いな。だんだんこのポルシェの歴史をこう回りながら見て学べるという、そんな施設でございます。これ過去にもうちそれ順番違うよ。え、次どっちなの？これ過去にも動画で結構しっかり撮ってるんで、よかったら見返していただけると。そっち、はい、シリンダーディフォレンス。そう、これ金属のその質感じゃない、質量の違いが体験できる展示。重い。これマグネシウムだ、アリウム、アルミとスチール。持ち上げて。さっきあの人軽々持ち上げしてたよね。めっちゃ重たい。重たい。マグは。マグはね、楽勝。
続いてやってきたのはメルセデスミュージアムでございます。まあ、ここも何度もあの動画でご紹介してるんでダイジェストでお届けしたいと思います。ちょっとあいにくの天気なんですけれども、こんな感じ。ポルシェと同じくシュトゥットガルトにあって、まあ、車でも非常に近いです。でメルセデスの工場が周りにあるんじゃなかったかな、確か。そしてミュージアムとしてはこれエレベーター乗って一番上まで行って天井を見ながら帰ってくる感じになります。というわけで中の様子ダイジェストでお届けいたします。さあ続いてやってきたのは毎年立ち寄らせてもらってる車の複合施設クラシックリマイズです。今年も多分新しい車がいろいろ契約駐車場入れ替わってると思うんで雰囲気をお届けしたいと思います。非常に賑わってる感じですね。駐車場もいっぱいで本当に中も結構な人が来てます。そしてですね、今年の駐車場はこんな感じです。すごい下セナっすね。セナがあったりとか、あとスポーツクラシック7000万円ぐらいでしたっけ、ベイロンがあったり、あの辺の古いアルファなんかは前回来た時もあった気がします。あとワーゲンのあのすごい珍しいやつ、そして 300SL、 あのブラバスで発表されて実はあれが一番高いあの4億円なんていう車でしたけど、レストアの状態にもよると思うんですけど、この辺も非常に多分高額な車両。そしてフォード GT があったりとか、そして反対側には GT3RS、 この辺も多分去年なかったと思います。これも緑色の81には前もあった気がします。そしてこっち側は AMG GT ブラックと、下には SF が入ってたり、そして結構ドイツじゃ珍しい LC がこんな感じで入ってて、その隣なんとブガッティのシロン、ゲレンデのカブリオレ、39万9800円、7000万ぐらい取ったんですか。7000万っすか、やばいね、やば、今そんなすんすか。で SLR722、 隣は722、こんな感じで722がずらっと、一番奥のは722じゃないのか。そしてアベンダーで MG GT ブラックがあったり、 DBS、結構新しい車もありつつ、こんな感じで古い車もありつつ、日本のカー用品店みたいな、そのぐらいのにぎわい。そうだね、うん、そしてキッズがこうやって写真撮ってたりとか、で真ん中が前回来た時やってなかったんですけど、今回ご飯食べれるカフェがやってるんで非常ににぎわっております。というわけでやってきたのはケルンのモーターワールドですね。ここも結構いろんな珍しい車とか古い車とか入ってるようです。今なんかポルシェの天井やってんのかな。こっち GT9 だ。これ 9FF の400キロ出るポルシェです。あのちょん切って後ろ伸ばしてエンジンも後ろにやって、ホイールベース伸びてるんですよ。これベースのやつ見てきたんですよ前回。で後ろ伸ばして400キロ出るようになってるんです。めちゃめちゃ売れてるらしいですよ。言えば作ってくれるっていう7ベースですね。けどもう切り刻んじゃってもうほぼほぼ何も残ってないです。さあそしてこっちがモーターワールドの本ちゃんの方の展示、ベントレーの確かディーラーが入ってるんで
こんな感じでベントレーとかマクラーレンなんかも入ってたりとか、ここ確か地下に駐車場があるんですよね。あ、そうなの。そう、そこで車両保管してるんですよ。だからたまにあの辺のなんか床がボイーンと上がって車出てきたりするんですよ。すげえ珍しい車が入ってるんですよ。ここが開いて車が出てたり入ってたり、この地下にも車保管されてるんですよ。で、契約駐車場はディアブロがあったりとか、 ST アメリカ行った時もありましたよね。 GT3RS こんなカラーリングのがあるんですね。アクラポのマーク入ってる。 SF があって、マンタイ。あ、本当だ、マンタイだ。へー、あ、これ限定車なんだ、7番。へえ。なんていう限定車か忘れました。7番だけど。2階査定以来来ました。へー、日本にもいるんだ、じゃあ。あとね、2階はね、大阪店の篠原くんが喜びそうな展示本当に F1 だらけ。なんかメットとかもね、すっごいいっぱい飾ってあるんで、ね、というわけで、こちらがケルンのモーターワールドでございました。あ、というわけで、1年ぶりにやってきた、1年半ぶりぐらいかにやってまいりました、国際平和村。今回もちょっとあいにくの天気ですけど、様子をお届けしたいと思います。その一つ目の活動で、現地で治療を受けられない子どもたちがここで生活してるんですけれども、どこの国から来てると思われますか？まあ、一つの国はすごくテレビとかでもよく名前を聞くかなという国です。一番多い人数がアフガニスタンの子どもたちで、タジキスタン、ウズベキスタン、ジョージアと、あと、またちょっと違うんですけど、イラクのクルディスタンチックっていうところからもう子どもたちを受け入れてます。で、今ここにいる子どもたちがだいたい150人ぐらい、ここで生活している子どもたちが150人ぐらいいて、学びのプログラムを提供していて、日本とかドイツみたく学校教育をしているわけではなくて、帰った時にその子どもたちの役に立つ技術、例えば男の子たちだったら木工作業で、他の施設に行くとベンチがあったりとか、木に鳥小屋がついてたりとか、そういうのを作るっていう作業を教えてたりとか、女の子は裁縫とかですね。その他に教えてるのが母国語で、平和村の子どもたちは必ず母国に帰るので母国語を学ぶ時間を提供しています。と、あとは算数ですね。算数は万国共通なので算数を取り入れてるっていうのと、あと子どもたちによっては学校に行ってた子、ほとんどの子が学校行ってないんですけど、学校行ってた子もいるんですね。なので戻った時に遅れを取らないように、ある程度できる子は結構積極的に先生がついて教えたりっていうのをしています。ハロー。ハロー。カンボジアからのボランティア。あ、そうなんですか。カンボジアに現地のプロジェクトっていうのをやってるんですけど、そのプロジェクトを手伝ってくれてここで、1年間ここでボランティアをしてもらって、またここで学んだことをカンボジアで続けてもらおう。来年も来れるように頑張ります。ぜひ、はい、ぜひ来てください。はい、ありがとうございました。交渉頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、気をつけて。ありがとうございました。行きましょう、じゃあ。